モリカップ始まるよ。おっしゃ、食った。よっしゃ。参りました。第5位。田中光一、鈴掛ペア。スイートが2本で865g。これから長い1年間シーズンまた始まりますんで、事故等ないように、またコモリカップでお会いできますように楽しみにしてます。それでは皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあちょっとね、今ハンドルの説明をさせていただきます。はい。でこのハンドルっていうのは、これが今 45mm だったんですけど、でこっちは 40mm なので、はい、今2種類出てるんです。はい。で、2種類出てるんですけど、このハンドルの一番の特徴っていうのは、あの通常こういう風にハンドルにはハンドルシャフトというのがついています。でこのハンドルのノブシャフトですね、ノブシャフトっていうのがついていて、ここにベアリングが1個2個ついた上にこのノブをですね、例えばこういう風に筒状になっているものをこう差し込んでいくわけですね、はい、ですのでこのシャフトにはベアリング、ベアリング、シャフトっていうこういう差し込む構造になっているわけです。ところがこのハンドルにはこのノブの中にシャフトもベアリングも入っていないんです。入ってないんです。入ってないんです。入っていないのに回るわけですよね、くるくるくる。ということはなぜ回るかということもありますよね、はいはいはい、本来はここにベアリングが入ってるんですね。でもそのベアリングを実はこのアームのこの部分にベアリングを移したんです。あ、はい、こっち側に1つ、こっち側から1つ。具体的に見るとここに写真があるんですけど、これを見てもらうと分かるんですけど、ほら大写しにすると分かると思うんですけど、はい、こっち側とその反対側のこちら側にこうベアリングが2つ入るんですね。そこにノブを差し込んでいくわけなんですよ。でノブの中に入ってたシャフトを外に出して、はい、この先に入ったベアリングにこのノブを差し込むんです。はい、こういう感じで。そうするとこの中にベアリングが入ってるんで、これがくるくるくると回る理屈になるんです。はい。でそういう風にして出来上がったのがこっちの形なんです。でこうすると何がいいかというと、はい、横の型をゼロにできるんです。はいはいはい、はい、要するにこっちのタイプこのね、シャフトがあってベアリングがあるというと、どうしても横方向の遊びを作れない。ちょっと、はい、ないと、これ全部しちゃうと回らなくなるんです。はいはい。なんで遊びを作っておくんです。でその遊びを残さないと回らない構造なので、こっちにすると何があるかというと、その遊びの部分をこう手が感じなくてするわけです。で、じゃあ遊びがあるよって言って手はどうしてるかというと、はい、遊びを嫌って押しながら回す、押しながら回すっていうんですよ、ね。はい。そうすると、このノブの先っぽが押されながら回されるとどうなるかというと、正面から見たら、こう回されるときにこう押されながら回すわけです。で、これちょっと極端になってますか、うんうんうん、でもこういうことが起きながら回してるってことを人間の手って気づくんです。はい。でも、ここの遊びがゼロになると、それをやらなくていいので、固定したまま真っ直ぐ回すことができる。あと、手元側にも重心も1個寄るってことですもんね。そうなんです。っていうのは、その重心が行くっていう言い方もずっと当たりなんですけど、はい、このノブの長さをね、横並びで見てもらうと分かるんですけど、はい、こう短いじゃないですか、はい、前長が、はい、でこのくびれの位置もリール側に寄せてるんですよ、はい、そうするとこっちを持ってこう回してたものがこっちをリールに近づけた状態で回せるわけです、はい、ここからこっちっていうことです。ということはさっきも言ったけど、こういうところでこう回すように近くでこう回すことができる、はい、そうするとやっぱり遠くでガタを嫌がって押すとこう回すみたいな、うん、大げさにやるともうそれぐらいのことです。それこそ縦に回すと、はいはい、手元に入ってくる情報が揺れとかでスポイルされない。そうするとリールのこのフットのところにですね、全部当たりとか変化っていうのを感じる要素が集中するんですよ。でフットって何につけられてるかってロッドのリールシートについてる、はい、ということはロッドで全ての変化を感じ取って聞き分けていくことができる、はい、それをするために作られたのがこのプロアームっていうハンドルですね。あ、じゃあ今日みたいなその箕面でも繊細な
巻きの当たり取りたいとかそういう時とかにすごい集中してしっとり巻き切れちゃうっていう感じ。自分がやってることがはっきりと手元で分かると変化があった時も分かりやすいし、逆にそれが外れてる外れてないっていうことの判断が早いじゃないですか、はい、そうするとじゃあ次どうしようかっていうふうに選択して、それをやっていくっていうか、はい、行動に移していく、はい、それが早くなると絞り込まないと当たりを取りに行くのが、うん、まあ、魚に当てていくのが早くなるっていうことにもなる、うん、これはスピニングのやついつぐらいに店頭に登場、実はですねもう10月の末に、ね、もう出荷されてます。去年ですか？そうです、スピニングの。そうです。あ、こっちのベイトのはなんかすごい印象あったんですけど、こっち俺全然気づいてなかった、はい、これがね実は特許を申請しておりまして、はい、去年の10月の末から世の中に出ていて、はい、で12月の末ぐらいに45ミリを始めて、はい、1月末に45ミリも出てます。でこれも島の用、台和用っていう2種類しか出てない、はい、長さが40ミリというのが出てる、はい、でカラーが4種類あるんです。オールブラックっていうのと、はい、オールシルバーっていうのと、はい、ノブがブラックで柄の部分がシルバー、うんうんうん、でスカートの部分がブラック、はい、ブラックシルバーブラックっていうのがあります。逆にシルバーのノブでブラックの柄でシルバーのスカートっていうので、うん、シルバーブラックシルバーっていうのがこの4種類なんですよ。あ、こういう感じでじゃあもう普通に売ってたんですね。そう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 別居不足なだけだったんですね。うわ、ただやっぱりですね、こういう手のものって、はい、面白いって飛びついてくれるお客さんすごくいるんですけど、はい、実際に触ってからっていう人が多いんですよ、うんうんうん、次のはポンドとかこういう今回の大会とかいうのに持ってきて、はい、実際に次のをしてるね、うん、プレイヤーの人に絶対に触ってもらって判断してもらおう、はいはい、そうするとあからさまにこれは違うねっていうのが分かってくるんです、うん、はい、そこら辺はもう僕がこう一生懸命説明するよりも、うん、触ったら一瞬で分かるんです、うん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 、そこら辺がやっぱりこの、まあ、うちのって結構そういう商品が多いんです、はい、だから試し投げしましょうとか、うん、試し回ししましょうとか、うん、例えばこれなんかも試し掛けしましょうとか、はい、そういう風にできるものが多いんで、まずは触ってみてっていう、まずは触ってみてください。あとはね、使ってる人に聞いてみてください。使ってる人はね、結構自分のそのオールインワンの使い方の中で良さを発見してくれるんですよ。めっちゃ美化なんですよ。このあ、これ契約プロの人、契約プロのね、小森君なんかめっちゃ美化なんですよ、美化のお菓子。そんなこと言ってますからね。この人ね、半分めっちゃうるさいこと言ってたんですよ。小森さん、これ使われずっと待ってたんですよ。僕はノブがフラットの方がいいんで、そのフラットのノブが登場するのを待ってるんですけど、なこれ一回お借りしますよ。僕のノブが嫌いな理由があったんです、はい、だけどこいつはね、電波ついてるし、はい、すごい使いやすかったんで実際使ってました。あのね、まっすぐだと、ね、ミドストとかちょっと愛知的にゆっくり巻くと、はい、愛知的ってすっげえストレスになります、はいはいはい、あのストレスが巻いてることがすごい気持ちいいから楽しくてストレスがかなり軽減されるっていう感じは感じます。あとロールさせたくないのにやっぱりそのまま動いちゃうと巻いてる、はい、ハンドルを押すので、はい、それがすごく軽減してまっすぐいける感じはしました。だからカンツリー人とかが好むなっていうのはなんとなく分かって、パスに出したらそういう釣りは向いてるなと思いました。ありがとうございます。このベイトリードもね、ベイト用のハンドルも、まあ、コンクルージョンでこのコラボしてるハンドルがあるので、はいはい、そんなことを言い出すタイプじゃないというふうに、今まで散々ダメ出しばっかりしてた人なんだけど、これに関しては結構気に入ってくれて、うん、これいいよって言って、うん、だってね、これ言っておきますよ、ハンドルが変えて聴覚が変わると思いますよ、そもそも論から言って。じゃあスプールは変わると思いますよ、一人も監視点やキャストができるから。ハンドル変えて聴覚が変わるなんていうことを想像したって分からないじゃないですか、はい、僕も分からないですもん、想像したって、はいはい、想像したってわからないからどう変わるんだろうなっていうのがあって、じゃあハンドルが悪いって言ったんだけど、ハンドルって聴覚が落ちること、ここから想像してみてください、はい、例えばハンドルを僕らのデッキのようにちょっと本番の設定してると蹴っちゃったりして曲がったりして巻こうとしてもちゃんと曲げなかったりとかして、そうなったら明らかに聴覚が落ちるじゃないですか、そういったマイナス面、これは少なくとも曲がらないってことで経験される。であとこういうところのベアリングですね、巻いてるってこっち持つとキュルキュル言うってことでよくありません、はい、
なんかビール使ってるところよくあるんですよ、はい、でそういうのもやっぱり経験される、うん、まあ、そういった意味でも全然変わってくるし、あとはね、その、まあ、何ですか、巻き始めじゃないですか、うん、その時にこのリールとハンドルの距離感っていうのも、うん、純正でそのまま使ってるよりも近いんですよ、これ若干、はい、でそれがものすごく、なんていうかな、タイミングよく握れることになって、うん、なおかつこいつの素晴らしいところは合成感、うん、ここに遊びがないんですよ、しかしね、うん、で、まあそれはちゃんとこのでっかいナッチに理屈があるんですけども、はい、僕はその理屈を考えればいい、それは遊びがなくていいですね、ぐらいの感じなんですけど、それが結局は超過につながる、うん、だから感じる方って超過につながらないよ、僕も思ってた方なんで、うん、あのじゃあマイナス面から考えてみたら、はい、そういったところに埋めれるし、じゃあプラス面回りたらこういうところがこういうことになるんだっていうような、じゃあこのデッカイだとこうなるんだっていう、そういうことが、まあ、分かってる、まあ、僕の話を聞いてね、そんなこと最初から分かってんだよっていう人も結構いると思うんですけど、僕はそういうことなんです、はい、最近だと今井プロがこれ激推ししていて、そう彼 の, 入社格にとっては、はい、かっこええやんけ、あれから入ってくる、うん、で実際につけてみたら、マニアこれめちゃくちゃいいなっていう風になって、うん、どうしようかっていうタイミングで僕らがその総合メーカーっていうのから一旦引いて、カスタムパーツにも出資するよっていう情報が来て、じゃあもう全部じゃん、うん、もうこれめちゃくちゃええわ、うん、まあ薪の、薪用のノブにはこっちのラウンドノブを使って、うん、はいはい、で内物は平野君にやっぱり使い分けをしてました、うん、またちょっとじゃあこのチューニングメーカーとしての GPI がフル始動するということで、結構ねこれ出しても2年半ぐらい、はい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 、ですけど、なんかユーザーさんで、ね、カーベットモニターとか、はいはい、から巻き感がいいっていうのがあるんですよ、うん、巻き感がいいっていうのってなかなかねイメージが湧かないんですよ、うん、僕の人は左手悪いから湧かないんですよ、うんうん、でもどうしていいって言われるのか分かんないんだけど、うん、構造上そうなるっていうのが後で分かって、うん、まあこの構造にしてよかったなと思うんだ、それがだん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 か大御所がこれええんちゃうかっていう流れです、うん、もうじゃあ2024いろんなまた楽しみが、いや僕らいろんなリール使ってるでしょ、はい、ハンドルのリーディングを変えたくない、はい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 、やっぱりあれっていう違和感があるっていうのはストレスになったり、はいはい、まあ矛盾立てる時はないんですけど、はい、ぶっとストレスになったりするんで、うん、まあ、そういった時にですね、新しいことを気づける瞬間だったりするよ、うん、そういったのが経験してるのは、まあ、ハンドルのリーディングだから、ハンドルを変えることによっていろんなメーカーのリールを使っても違和感なく負けるっていうのがあるのも事実ですね。これも世界初の技術だね、詰まりに詰まったプロアームっていう名前なんですけど、このプロアームっていう名前実はホンダの、商標にあるんですよ、はい、でパクりました、はい、でパクっても大丈夫なのは釣り具っていうカテゴライズがなかったので、はい、だからやったんですけど、はい、プログレッシブアームっていう意味で革新的な腕なんですよ、はい、意味なんですよ。でそしてここに DBIS っていって、ボールベアリングインサイドシステムっていうのが入ってるんですけど、これも世界初なので、うん、まあ、これからどんどんこういうものをですね発明して、はい、もっとねより快適に使えるっていうものを作りを一生懸命やっていきますんで、カスタムパーツメーカー GPI、セカンドインパクトということでやってますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。